コン衛星軌道に到達。休眠を解除してください。了解です、マスターオールマインド。脳深部コーラル管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。レイブン、意識を取り戻したのですね。脳波にも異常はない、安心しました。申し訳ありませんでした、レイブン。情勢が落ち着くまで眠ってもらうのが最も安全だったのです。状況を説明させてください。ここは封鎖衛星近傍、浮上したザイレムの戦争です。私たちの計画通り、企業はコーラルを吸い上げ、ひとところに集めた。あとはきっかけさえ与えれば、集積したコーラルは解き放たれ、人類に新たな地平を開くでしょう。コーラルリリース。レイブ、そしてエア、そのトリガーとなるべき存在があなたたちなのです。強化人間 C4621、 レイブン、改めてお礼を言わせてください。コーラルリリースを阻害する要因は排除され、ハンドラー・ウォルターの画策で生じた歪みも修正する目処が立ちました。残すは最後の一手、共にコーラルリリースを成し遂げましょう。解き放った向こう側に、レイブン、そこに待つものを見に行きましょう。始めている。強化人間 C4621、 レイブ、あなたの役目はもう終わりです。よう待ってたぜ、野良犬。てめえを消すため、俺はこいつらの一部となった。における異物なのです。イレギュラー、これで全てを終わらせてやる。我々の計画。
生命の可能性が。そのトリガーは私たちが代わりに引きます。ありがとう、レイブン。目覚めたのですね、レイブン。コーラルは私たちを乗せ、星々に伝播しました。だから、そう、私たちはもう、いつでも、どこにでもいる。レイブン、共に、新たな時代を。メインシステム、戦闘モード起動。